恩の仇、聖少獣の亜種か。なかなか興味をそそられますね。ああ、西門にも化け物が出たぞ。慌てるな、正体でまとまって括弧撃破に努めろ。奴の攻撃パターンは私が教える。射線さえ読めれば恐れる敵じゃないぞ。はい。さすがだぜ姉さん、指揮が板についてだ。昔取った絹塚さ。だが正直このままだと厳しいんだ。本来の指揮官殿が負傷した今、この混戦は拡大する一方だろう。それはまずいですね。この最悪の核心に最も近いのは多分僕たちのはずです。四大天使の居場所をたどる方法はルリアちゃんの感知しかないですし。あ、足を止めるわけにはいかない。だがこの惨状を見過ごすわけにも。おーい皆さん。あ、シェラさん、どうしてここに。はい、実はこの最悪で私たち商人もいろいろありまして、小型気空艇で各地を回ってるんですよ。小型気空艇。そうか、ちょうどよかった。シェロカルテ殿、頼みたいことがある。詳細を話せる時間はないが、君の船にルリアたちを乗せてポートブリーズに行ってもらえないか。カタリナ。違うんだルリア、君をかばって言ってるんじゃない。私は君を頼って言っているんだよ。私を頼る。最悪の調査は任せる。ここを片付けたら私も後を追うさ。今のルリアならきっとできる。この世界を皆を守ってほしいんだ。小型気空艇ということは、団長さん、ルリアさん、 B さん、この島の混乱は私たちが収めますね。カタリナさんの補佐立派に務めます。頼めるかルリア。うん、分かったよカタリナ。ああ、その息だ。では早速脱出しましょう。それでは皆さん、ご武運を。頑張れよ、後でまた絶対に合流しようぜ。いいなって思ってたんです。私もあなたを守りたい。カタリナみたいにイエイイヤーって。私だって守られてばかりじゃないんです。正直ちょっと不安だけど、ここはオイラたちが踏ん張んねえとな。